こんにちは、アレックス・ラミですね。ラミですとか知らなかったですね。こうやってやり取りすると、いろんなことを知れてちょっと得だなと思うところと、やっぱ検索して調べてみるんですよ。そしたらこのラミですっていう方も他のね、さまざまな要素が見えてきて、深く掘り下げることができて、よかったなと思いますね。それこそラミレスっていう言葉を報道でしか知らない人よりは、もうこの1分2分でね、急になんかマニアになったみたいな感じがしますけども、今日はね、三田紀房さんですね。三田紀房さんっていうのが、あの例のね、堀江貴美さんと対談した時にすごくいいことを言ったんですよ。それは読解力のないやつが多すぎるということで、途中からテーマが変わったんですけども、その理由も教えてくれたんですよね。基礎的な知識がないと人が何を言ってるのかわからないから、なんかすごく聞くのがストレスとかね、本を読むのがストレスとか、ツイッターを見たら炎上するみたいなことになるんだけども、なんかこの、その時堀江さんが言ったのは、炎上ってのはバカなやつが起こすと。だから短い文章を展開してちゃんと受け止めれる人は自分で解釈できるから、何のことなくその言葉をね、好意的に受け止めるんだけども、その言葉の意味が分かんないやつは、ただ叩くことに一生懸命とかね、自分はこの言葉の意味はこういうふうに捉えたんだって、わーってね、いや、なんとかガーってやつですよね。そういうふうになっていくらしいんですよ。ですんでね、そういうふうな、言ってみれば、愚かな知識の集中するところには私も行かないようにしてるんですけども、自分の脳が侵されますんでね。やっぱここが大事なとこじゃないかなと思うんですよ。知識の少ない人とか、理解力の乏しい人と会話をするだけで、今度はね、ミラーリングって言って、賢い人がバカな人に引き寄せられるんですよね。で、バカな人は賢い人に引き寄せられるんで、ちょうど中間ぐらいになるらしいんですよ。お互いにミラーリング効果があるから。そうなると、賢い人が賢くない人と会話をするっていうのは、ものすごいストレスで損だし、時間ももったいないし、かつ脳が侵されるってことになるんで、読解力のない人間にどんどんなっていくそうなんですよね。これは YouTube やってたヒロトっていうのも何年も前から言ってて、本当にこいつバカだなと思ったら絶対喋んない方がいいとかね。関わりを持たない方がいい。同じ空気を吸わない方がいいとかね。むちゃくちゃ極端なこと言ってたんだけども、彼もね、20代にして、それにたどり着いたのは大したもんだなと思いますよね。だから、ツイッターにしても、YouTube にしても、フォローする人が全部、自分の脳を高めてくれる人のものをチョイスしないと、ただ、ね、なんとなく、低レベルの楽しさで終わってしまうっていうところがあるのかなと思ってなんですよ。だからといってね、どんな知識に触れればいいかってことは、やっぱり最初はわからないので、総当たり戦にはなると思うんですけども、読解力のないやつが多すぎるっていうのは、確かにね、自分で一生懸命文章を書いたり読んできたり、人の心を動かすような言葉を発したりとかすると、うわー確かになーということはありますよね。なんかあれなんでしょうね、せっかちなのかもしれないんですけども、時間の限りがあるってことを知ってるんで、結論だけで進めたいんですよね、やっぱりね。だからこう、なんとなく分かったような分かってないような感覚を受け取りたい人にとってみたら、トゲトゲしいんでしょうけどもね。やっぱね、あんまり今は人に合わないんで全然分からないんですけども、人に合わないっていうのはすごい楽だなと。イラつかないで済むっていうのはありますね、なんかね。他人と会話をしないっていうか、メールだと結構ね、落ち着いた文章で送ってくれたりとか、やっぱ、しっかり書き込んでくれるんですよね。で、どんなに長くても、パパパと読めるんですごく楽なんですけども、たまに一生懸命動画で送ってくださる方がいるんですけどもね、やっぱりこう、喋りが下手だと、熟成さんとかお問い合わせなんでしっかり聞いてあげるんですけども、すごい長いのに、内容がね、なんか3秒で終わるみたいなやつとかね。だから表現に苦労してるんだなってところもあるし、下手くそな、いわゆるね、スピーチで始まるんで、それは誤解も生まれるよね、いさかいは絶えないよね、人間関係は壊れるよねってこと思うことばっかりで、自らもね、もっともっと鍛えていかないといけないなっていうのと同時に、そういうゆっくりとした人にもついていかないといけないのかなっていうふうに、思うわけなんですよ。それがあれじゃないですか、例の、そんな意味あるんですかっていうふうにかかってくると思うんですよ。壇上からね、そんな聞いて意味あるんですかって。確かに意味ないことばっかりでね、人生は続いてると思いますけども、そこですよね。なんか我々がこうやってやり取りを続けてるのは、なんか意味はないんだけども、そこに意味をもたらすための1000倍100倍の行動が待ってるのかなと。結局堀江さん意味がないって言ったけども、私たちは意味をここでもたらしてるんじゃないかなと思うんですよ。
そういうふうな形で三田紀房さんとの対談で、対談って言っても文章なんですけどもね、対談をまあ、あの動画で見るのなんかね、動画見るのってなんか時間かかるようになってきたんですよ最近は。本当文章だったらパパッと読めるんですけども、だからね、文字の方が今楽ですね。なんかどっちかっていうと、まあ、吉田さんになんか1万文字のブログを毎日書いてるらしいんですけども、1万文字だったらね、本当になんか1万文字喋る YouTube よりも早く読めるような感じですね今ね、うん、なんかやっとなんかこう早く読めるようになってきたなというか、そのなんか考える速度で文章が読めるようになってきたかなと思いますね。自分の考える速度で文章が読めるっていうんですか、まだまだ目がいいからこれからもいっぱい文章に触れていこうと思います。とりあえずはこの幸福の科学からいきましょうかね。これね、意味のないことをつらつら書いてるんですよこれ。申し訳ないけど下手、これすごいすごく下手です幸福の科学ね、うん、まああの何ですか、本をたくさん出すためにいろいろとねボリュームアップしてるんでしょうけどね、これパシッと一言で済むことをね300ページにまとめたりとかして、まあそれも技術なのかなと思いますけど、じゃあ今日も行ってみましょうか。いってらっしゃい。